吉田さん、ナイト2000の車検が終わって納車の見通しが立ちました。3月の上旬から中旬に戻ってくるそうです。12月に出して3月、ね、車検だけでも4ヶ月ということですね。その間車の保険払い放題ということでね、すごいコストパフォーマンスが悪いように見えますけども、私の人生のコストパフォーマンスはむちゃくちゃいいんですよ、うん、やっぱりね、人生の満足度を高めるのにお金が必要なものもあるんですよ。もちろんお金がほとんどかからないものもありますけどもね、例えばね、私が好きなのは今神社とかね、仏閣とかに行くことですね、うん、近くの神社とか行ってもう人来ないんですよ。全然こんなに素晴らしい場所なのに誰も来ないんだなと思ってね、昔誰かわからない人が積み上げた石組とかね、常夜灯とか灯籠を見ていると、なんか100年前500年前の人間の営みに思いを向けずにいられないかなってとこですね。で最近ね、そんなことを考えて常夜灯を眺めながらね、神社仏閣を眺めながら、その人の名字ってどういう由来があるのかなっていうふうに考えてみたんですよ。でいろいろと調べる中で、天皇ってのは名字がないんですよね。そもそも名字ってのは身分を表すものであって、天皇には身分がありませんのでね、もう最高権威なんで、そして身分を与える立場ですから。で最初に氏ってものがあるんですよ。氏ってものがあって、姓ってものがあって、名があるっていうような3段階で名前ってできてるそうですね。で氏の有名なものとしては、源氏とかね、平家っていうのがあるわけですよ。源氏、平家、そして立花家、藤原家っていう風なね、この4つがあるんですけども、源平合戦を境に源氏と平家の2種類しかあまり知られてないんですけども、そもそも天皇は4つの氏を最初に与えたそうですよ。で藤原氏っていうのはその後ね、藤っていうものが使われて佐藤さんになったりね、藤田さんになったりとか言って分化していって、日本人の半分以上がね、6割ぐらいがこの藤原氏にルーツを持つ人の子孫だそうです。で立花っていうのは非常に限られたところでとどまったんで、日本全国にね、立花家っていうのが分布していることはないそうなんですけども、その分だけ、まあ、純血に近い形が守られているみたいですね、うん、で、まあ、皆さんご存知の源氏と平家っていうのがね、やっぱ氏ですから、源氏平家そのまんまそれを名前に使うことはないんですけども、源氏が元となったいろんな名前に広がっていったりとかね、平が元となったさまざまな名前になっていったりとか、特に平っていうのは源平合戦で負けてね、落ち延びていきましたんで、で平家の平を名乗るのがやばいということで別の名字をこうつけていって、で、家系から家系へと、平、うちはね平の清盛公の末裔なんだよってことで、家宝ってものをね、それからずっと引き継いでいったみたいですね。でどちらかというと中央にいるというよりも地方とか離島とかに逃れていって、まあ、今でもね、限界集落とかあるじゃないですか、あそこには平家の末裔がいるんではないかなっていうことですよね。で今お話したところまでまとめると、源氏も平家も立花も藤原ももともとは同じ種族であって、みんなね、身分の高い方、天皇から直接身分を与えられた人たちらしいんですよ。でそれがさまざまな跡目争いや宗教上の都合とかでどん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 こう入れ替わっていってね、で結局天皇を一時期追いやって、源家が実権を握るっていうところがあったみたいです。それが源平合戦の終わったところなんですよ。だから天皇がこうね、次の天皇に支持してるものを源氏から選ぶのか平家から選ぶのかっていうところの中で、戦争でそれが決まってしまったということですね。で、それまでの天皇は形だけこう君臨しながら実権を握ったのは源頼朝からということらしいです、まあ、そういうのを見ながらね、そういった源氏か平家か分かんないけど、その末裔が全国各地隅々まで自分たちの意向をね、知らしめようとして、ああやってこうやって神社仏閣作ったんだなとかね、思うと、人の支配欲っていうのはね、その随分昔からあったのかなと。
で当時の人口っていうのはね、おそらく1500万人ぐらいですから、ものすごく少ない人数で日本全国を分布していたと思うんですよ。まあそうなるとね、思うのが合戦ですよね。こっちの例えば今川家は3万の軍勢で、こっちの織田信長の軍勢はやっぱ2万5000の軍勢でみたいなこと言いますけども、あれは完全に嘘ということが分かりますね。で総人口がそんなにいないところで1万人の人なんて集まんないですよ。しかも1万人単位と1万人単位が合戦する場所っていうのもないわけですから。でそもそもね、万の単位で戦場にお互い向かおうとしたら、ものすごいこう補給が大事になってくるんですよね。水はどうするんだ、食料はどうするんだ、それから馬の整備はどうするんだとかね、着替えはどうするんだとか、宿泊はどうするんだみたいなことがあったら、とてもじゃないけども万単位で戦争するなんてことは違うだろうなってことがわかるんですよ。まあですんで、小学校や中学校の歴史の授業でその万単位の軍勢が戦ったみたいにね、そういったことを書かれているのを教育受けますけども、実際はそれぐらい多くの人が集って争いをしたんだよってことを表現するのに、比喩としてね、万単位とかね、5万の軍勢が3万の軍勢がって言ったんですけど、あれは実際は200人とか300人だということらしいですね。まあそれだったら妥当ですよね。こっちに騎馬隊が200組、こっちに歩兵が300組みたいないて、ガーみたいなやってね。で、数百人対数百人の騎馬戦みたいな感じで決着がつくみたいなところだったんでしょうね。そうですよね。万っていう軍勢はないですよね、さすがに。そんなね、数万人のその戦を戦う兵隊の装備品とか刀とか、そんなの生産量は当時ないですから。まあそういうふうにロジカルに考えていくと、比喩的な表現と、あとは自分たちの軍勢はこんなにたくさんの人がいるんだぞっていうふうにね、思わせたかったというね、そういった見栄の張り方っていうのも昔からあったのかなと。あとはそもそも歴史書っていうのが適当に書かれてるそうですよ。正確な記録がないんだけども、どこどこの兵隊はたくさんいたとかね、どこどこの領主さんは100万石だみたいなのを書いて、後々までこうね、見栄を張りたかったってことで、ほとんどがもう裏付けのない嘘だったそうです。でそれを鵜呑みにして江戸時代に全部まとめて後世に伝えたってことなんで、そもそもあやふやなものが歴史を作っていたってことらしいですね。まあこんなことをね、考えたり調べたりね、こうまとめたりするような、そんな時間を過ごすのにはお金が全くかからないと。ですからナイト2000が帰ってきた暁には、お金のかかったナイト2000で神社仏閣を訪れて、思いにふける時間を過ごしてね、最高の豊かな人生を送りたいなと思いますね。いってらっしゃい。